備美中濃美島駅は、岡山県岡山市南区濃島麻浜前にある、西日本旅客鉄道宇野線の駅である。宇野方面に向かう宇野港線と、本市美山線に直通する瀬戸大橋線の、双方の相性区間に含まれている。駅番号は、宇野港線が JRL05、瀬戸大橋線が JRM05。普通列車のみ停車する。 校内ホーム茶屋町方面に向かって右側に単式ホーム一面一線を有する地上駅。防線駅のため岡山方面行きと四国方面行きの双方が同一ホームに発着する。なお、2008年10月までにホームの笠上げ工事がなされた。岡山駅管理の無人駅で駅舎はなく直接ホームに入る形になっている。 入口付近に乗車券回収箱が、待合所内に簡易式の自動券売機に移行こかの、チャージ可能な機種に変更、簡易型自動改札機が設置されている。トイレはない。移行こか利用可能駅。瀬戸大橋高速鉄道保有株式会社による、当駅と、久々現役間の複線化工事が2006年完成を、めどに進められていたが、 環境アセスメントを盛り込まず計画したミスが発見され、複線化区間の使用開始は2009年1月25日と大幅に遅れることとなった。なお、当駅の岡山方に岡山県道21号岡山小島線の古線橋があり、複線化が考慮されていないため、瀬尾駅と当駅との間の複線化は困難となっている。 複線区間自体も正確には当駅より、茶屋町よりからとなっており、当駅は短式ホームのままとなった。なお、これに伴い複線区間の分岐の前後に、場内、出発信号機が設けられたが、これはあくまで、林間駅の設備であり、当駅付近から、林間駅まではの複線部分は、同駅の構内扱いである。よって、 当駅の旅客設備自体は停留所の状態のままである。1日の平均乗車時員は以下の通りである。駅前に征福寺という寺院があり、その周辺は住宅地となっている。ホームの反対側は墓地と水田が広がっている。ありがとうございます。